まあ、生きててよかったはじめまして、高山龍です。生まれは日本で、サッカーやってます。よろしくお願いします。母国はペルー。そうです。こんにちは、アリナです。高校生で、ロシア出身です。どのくらいいるの、日本は。15年。まあ、なんか普通に食べて、話してみたいな感じなんで、全然カメラ気にせずに。ここいいですね。いいね。初めて来たやつ。ですか。うん。じゃ、親と住んでんの。そうですね。あ、全然まだ子供に。ゆうくんは一人とも。一応親と住んでる。親と住んでる。ああ。今、プロを目指してるんです。サッカーも。サッカーも。すごいね。インスタ見たけどさ、もう体はもうバキバキだね。教えたの。いやそういうこと。後ろ仕事もいっぱい。それあるよ。僕ないんですよ。え、そうなの。日本で育ったの。中生まれなんですけど、うんうん、家で食べるの全部ペルー料理で、4年間僕ペルーの方に行ったんです。ああ。中学2年生の1学期の前半から行っちゃって、なんでもうそういうあんまりそういう食事がなくて。日本食はそんな食べない。食べないです。あ、そうなんだね。なんで、すっごく楽しみなんです。お母さんから何人です。あ、いえいえ今日楽しみで。そうなんですよ。間違いなく美味しいと思う。来たことは俺もないけど家ではどんな料理食べてんの。ロシア料理、それともなんか自分で作るんですけど、うん、なんか気分です。気分。日本食とかもありますし。ああ。そうだよね、美味しいでしょ言わされてるかなそんなことない、そんなことない。ロシア料理も作れるんでしょ。作る。お母さんがロシア人だから、はい、まあいつも家庭ではロシアの料理を食べたり、うん、まあそうですね、私が作るから多いんですよ。そうなんだそうだね、高校生で自分で作ってってあんまりないけど、うん、偉いね。今日テストだったんでしょ。そうです。トイフ、うん、どうだったの。なんかパート5とパート3個あって、1個目が良くて、2個目がまんまで、3個目が感じすぎて、弱い、弱い。バイ。いただきます。今日は何、試合だったの。いや、今日はオフでした。今日オフだったんだ。なんか所属してるの、チーム。一応、SC 相模原から、わかりますか、J3 の。はいはい。アンダー21として活動してて、まあ、一応そういうアカデミーなんですけど、まあ、そこで一応。まあ、とにかくそのグループはとにかくプロになろうっていうグループで、そういうユーロプラスを通しながらやってます。それでまあ海外へ挑戦とか国内とか。ああ、そうなんだ。近いうちちょっとまあ、ね、もしかしたらテレビで見るかもしれないし。なりたいっすね。なって。いや本当に有名になったらちょっとサインちょうだい。そうですね、確かに。日本代表になったらさ、あ、国籍はどっちだ。国籍ペルーです。あ、国籍ペルーなんだ。そうなんですよ。アリナちゃんは国籍はロシア。ロシア。ロシア。ああ。国籍はロシアで、うん、まあそうですね、ずっと日本にいる。ずっと日本にいるね。ロシアに帰ったりはしないの。いつ来たか帰るんですけど、うん、そんな言うて帰ったとしても1ヶ月ぐらいしかないので、本当に中身日本人。ロシアのどこの出身は。モスクワなんだ。行ったことないけど行ってみたいなと。ぜひぜひ。え、ペルーはどこの町はどこの出身。出身、まあ住んでる場所はリマ、うん、リマっていうの。リマ。それは首都。首都です。あ、ペルーのことさ、ごめん、あんまり分かんなくて南米っていうのは分かるんだけど、はい、どの辺。ブラジルがあって、あ、アルゼンチンとブラジルがあって、チリがあって、コロンビアの、コロンビアの近く、横とか。コロンビアの上だけ。チリの上。まあブラジルの隣。ブラジルの隣。チリの上じゃない？チリの上じゃない？チリの上でしょ？ですよね。チリの上ですよね。うん、上なはず。上なはず。ゲームオーバー。ペルーはボリビアの横、ブラジル、コロンビアの下だ。下下下下。で、チリの？エクアドルの。エクアドルの下。エクアドルの。チリ、チリの。チリの上。あ、合ってた、合ってた、合ってた。よかったー。怪しい、怪しい。よかったー。怪しい、めっちゃ怪しい。コースの前菜ですね。松前漬けになります。松茸の、しぐれ煮ですね。で、その斜め下が栗の甘露煮で、そのお隣が、枝豆の山椒煮で、その上が、エビ芋、こちらがエビグラタン。
真ん中にあるのが粒貝になります。粒貝牛肉飛騨牛の寿司どう合格ダメらしいダメらしいです。厳しいね。落としないです。ありがとうございます。いただき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 ます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。飛騨牛って言って飛騨っていうのは岐阜県にあるんだけど、はい、そこ の和牛、うん、焼肉食べるでしょ。食べます、うんうん、でもやっぱりそういうなんていうの焼肉キングとかしか知らない。あ、はいはいはい、めっちゃ綺麗ですね。自在のサンダルなんでしょ、ね、これは食べられる。これはね、海ぶどうっていう。海ぶどう、うん、うんうんうん、プチプチっていう食感があるんで、うん、おー、美味しい。沖縄料理によく使われる、うんうん、へー、初めて食べた。やばい、感動。美味しい。美味しい。このちっちゃいやつっていくらですよね。その赤いやつはいくら、うん、美味しいな。え、この葉っぱって食べられるんですか。これは食べられないと思う、うん、グラタンって言ったエビのグラタン。エビのグラタン、グラタン、うん、ねえ、めっちゃ美味しい。酒のつまみにいいね、俺的には。なるほど、うん、ペルーだったら、うん、18歳から飲めるんですよ。あ、18歳飲めるんだ、はい、はいはいはい。なんで日本だと20歳だからね。そうなんですよね。18歳から成人。あ、そう、成人。あ、成人も18歳かな、はい、これ本当に美味しかった、うん、松前漬け。いくらってこんなプチプチするもんだな。あなんか本当にあの僕食べようとしてもやっぱスシローとかハマ寿司とかしかないんで、いくらがこんなプチプチするとは思わないですね。いくらはそうだね、普通に回転寿司とかでちょっとペチャっとしてるから、ね、そうなんですよ、うん、じゃあタピオカですか。タピオカっぽいの、なんだろうね。これタピオカじゃないかもしんない。タピオカ、タピオカっぽい。ここまで来てたら、いやでも分かんない、逆にもう今ブームだから入れてるのかもしれない。取り入れてるのかもしれない。ペルー料理もさ、結構なんか豆とか多いよね。そうです、一般的な料理の名前とかで。セビチェ、まあ、セビチェ、セビチェ、セビチェという、そういう魚を使った料理なんですけど。魚なんだ。え、もうね、無理やり上に引っ張り、頑張れ。グッと飛びちょっと危ないよ。頑張れ頑張れ、うわい、大丈夫。頑張れ。大丈夫。それもイクラじゃない？イクラ？イクラだけど、この赤いのはこれ醤油漬けにしてるんだよね。で、緑はわかんない。あ、ちょっと違う、わさびよ、わさび、わさび、これね。そうです、ほんとだ、わさびだ。こうやって作れるんだ。めっちゃわさび。ちょっとイクラやかな。残ってた、ちょっとね、結構厳しいと思うですよね、うん、これ一気にね、一回でこれやんないと取れないかも。おいしい。日本に住んでてこんな日本料理食べたことないから。栗も初めて食べました。え、嘘でしょ、本当に。本当にやばいんだって。本当やばいよ。本当にやばいんだ。結構やばいで。栗はやばいよ。栗食べたことない。え、でもさ、給食とか出ない？出ます、給食。給食で栗出んの？出る。栗ご飯みたいななかった？え、なかった。あるって、絶対栗あるって。あるの？ある。俺、覚えてないだけ。あ、今、高校3年生で、これからどうするの？大学受験、大学院、もう決まってるの？なんか
ある程度、これからある程度決まってて、で、うん、今さっきそれのトーフルでした。あ、そうなんだ。そのスコアが大学に提出するっていう、大学だけ行くのよ。あそのまま行って、アメリカの大学なので。あ、アメリカに行くの。いや、こうテンプルでした。あ、テンプル言いますね。はいはいはい、あるよね、こっちね。うん、なるほどね。だから、その結構大事で決まってる人が行きたいところが分かれてて、うん、2つあるんですけど、1つがあの経済、経済とか政治学、うん、政治学と法律系行きたくて、で、あの、もう一つ行きたいのはデザイン系、はいはい、で、グラフィックデザインとか行きたくて、それがその2つの間で迷ってるんですけど、お父さんがアメリカ人なんですよ。あ、そうなんだ。でも、なんか、よくありがちなのが、なんかアメリカ人だから喋れるじゃんって思うんですけど、うん、逆に、あの、本当に日常的にもハワイぐらいなんで、だからそんなに、またまたお父さんがいるからって喋れるんだよ。ベラベラなんですよ。確かに言われたことはほぼ全部わかるんですけど、うん、あ、はい、はい、大丈夫知ってます。大丈夫、まあダメだとしてもまたね、1月あるし、うん、またね、トライすればいいだろうし。まだ若いんだから。全然だよ。僕が言ってんのあれだね。羨ましいよ、戻りたいもん俺も。やっぱり戻りたい、戻りたい。その年の頃の方が楽しかったんですか。若い頃と今とさ、はい、やっぱできることも違うし、あ、希望に満ち溢れてるじゃない、はい、もうやっぱりガンガンやって後悔しないように一生懸命やった方がいいと思う、二人ともね。恐怖しかないですよ、私逆に。あ、そうなの。自分が何やりたいか、やりたいこといっぱいあって。でもね、いっぱいいろんなことやって、でそれからあの何が自分に合ってるかっていうのを探すのもいいと思うし、うん、でもやっぱり大事なのは一生懸命やること。これは ローストビーフ。インスタのフォロワーめっちゃ多いね。でも一回自慢してくるの、本当にすごいよね。1万人ってすごいよね。YouTube やりなよ、YouTube。やりたいですよ。YouTube やりなよ。一緒にやりたいって言ってて。ああ。ちょっと GoPro あるんですよ。あ、そうなんだ。結構すごい興味深いと思う。あのロシアの女性とロシアとペルーで面白いから、やったらすごいいいコンテンツになると思う。とにかくペルー、ロシア、日本にいるっていう時点でもうすでに面白いし、まずカップル、カップル、うん、カップルチャンネルみたいな感じでいいじゃん。え、なにこれ、すごい。これなんだろうね。トリフ、カップル、めっちゃこれトリフ、これ食べたことない。美味しい、うん、それは銀杏かな、多分。食べたことないばっかり。マジ銀杏もあるよ。何この感触。家で何食べてるの。ベル料理しか食べてない。美味しいです。まあ、まだメインここ来たいから。ロシア料理食べたことありますか。ロシア料理はね、ないかな。こんな紹介してないですか。なんかいい場所ある。なんかピロシキとかさ、ボルシチとか。東京で食べれるところあんまないなと思って。新宿のスンガリ、スンガリだ。おー、スンガリ、でも行った時も5歳とかそんな。あ、そうなんだ。でも記憶ほぼないじゃん、それ。記憶ほぼない。確かに。結構でもなんか評判はいいんだ、その。めっちゃいい、その470円。へぇ、綺麗な肉。絶対、俺が買った。もう肉はね、もうレアで行った方がいいと思う。うん、これだけ初めて。やばいよ。日本に住んでるんだったらしゃぶしゃぶはやっぱりですよね、やんないと。人生初。これでも本当に1、2、3、4、5、俺はもうこのぐらいでいいかなっていう、ピンクぐらい。一番そのぐらいでします。シャブシャブシャブ、3、4、なんかついた、5、もっと、もうちょっとかね、あと1、オーライ、1、やばいやばいやばい、手が触れてる、2、5、
うまっ。うまっ。びっくりした。あ、生きててよかった。いいね。これ美味しい。これが今のはごまだれ、ごまセサミ、こっちはポン酢。ごまが美味しい。なんか美味しすぎてごまだれだった。でもごまが違う。ごま違う、うまいね。うんうん、確かに。全然違う。めっちゃん、肩で行こうね。稼ぐから大丈夫。稼ぐからサッカーで大丈夫だよ。頑張るよ。待って。ポン酢の中にネギ入れた方がいいですか。あ、そうだね。あのポン酢はネギ入れた方がいいかもしれない。手が震えてる。うん、感動してる。感動してる。感動してる。美味しい、マジで。ありがとうございます。いやいやいや、全然。なんか撮れないかな、TikTok で。これで俺もやったらパクリ上がってって言われるからやんないよ。いいよ、いいよ。絶対やんない。大丈夫。なんか、一つ自慢なんですけど、なんか、最初に、うん、付き合った時に、あの、リュウフォロワーが、TikTok で、うんうん、1500人ぐらい。はいはい、あ、でもまあまあいい。私にとって、その1500人って、ほんと、え、みたいな、やっぱ1500人もあなたのことを見てるみたいな感じなんですよ。で、私がその時に、なんかもう5人みたいな、初めてばっかりで、ダウンロードしたばっかり。神みたいな。要は1500人神って思って。で、それで、なんか頑張って撮ってて、自分も、なんか、面白みも、なんか他の人と違うところを撮りようと思って、1000人突破して、ルイに1000人突破したよ、見たって言ったら、うん、見たって言われて、え、何嬉しくないの、いや、嬉しいよって言われて、で、その後、リュウはその時もう2500人見たんで、もうあと1500人でリュウで突破しようねみたいな、リュウ抜かしちゃうよっつって、で、それで、はいはいみたいな、それでなんか夢みんなみたいな感じで言ってきて、で、それでなんか私が一つの場合はなんか1000人増えて、うん、すごっ。リュウの反応が、はぁみたいな感じでなんかちょっと面白くない感じだったんだ。で、その後3000人、4000人、5000人増えて、今何人の7000人なんとか。リュウがもう最近だとなんかもういいし、みたいな。もう TikTok いいわっつって、もう別にもう俺インスタあるし、みたいな。そうそうそうって言っても今4200。あー、すごいすごい。頑張って4000人かお前す俺1000人。いや、YouTube じゃん。性格の悪すぎるよ、ほんとに。やめて。ほんと YouTube やって。YouTube じゃあやろうか。やりましょう。自己紹介。いろんなこと言えると思うよ。サッカーのこともそうだし。そうですね、うん、なんかやっぱりそういうやっぱペルーとか行ってて、やっぱ眩しい子たちのことを見てきてるんで、やっぱそういうことも言えるんですよ。やっぱご飯の大切さとかも。マスー4、5。うん、ダメ出しくる、ダメ出しが。いや、もっと上だよ。ごめん、漏れてる。うん、漏れてる。漏れてる。うん、行くよ。はい、行く。それでいいんだ。あとね、0.5 秒あるよ。え、めっちゃ美味しいですね。やばいでしょ。でも人生ずっとこういう肉しか食べたくない。それな、わかる。本当にわかる。頑張ろう、リュウちゃん。リュウちゃんいける、リュウちゃんならできるよ。しゃあ。おぉ。おーい。よいしょ。よいしょ。わあ、すげえ。大きな一口。うまっ。マジうまいっす、これ。やばい。うちはね、ごまの方が好き。うん、ごまうまい。レベチ。ちょっとレベチがね、本当に。めっちゃレベチ。本当にこれでいい。
YouTube 始めようか。 YouTube 始めたら教えてよ、ちょっと。なんか面白い系が。あ、でもね、あんまね、プレッシャーをかけすぎない方がいいかもしれない。ゆるく、あれとか自分たちの日常って、うん、結構他の変わってるんですよ、うんうん、なんかドッキリをしまくるんで、両方。あ、はいはいはい。あ、いいじゃん。ドッキリした時の隠しカメラでさ、まあ、あとなんかもう寝てる時にちょっとなんか落書きしたりとかもいいし。あるあるあるこれ。これよくあるよね、TikTok でね。やられて、シンバってやられて、あ、あんって思ったんですよ。で、指を見たら赤くて、うわーって思いながら。でもなんか、ついドッキリやられるのがもう慣れてるんで、はいはい、なんかペルーの時から友達にずっとドッキリされてたんで。マジか。で、ドッキリとかされて、僕もドッキリやってたんで、うんうん、もう慣れてるんですよ。はいはいはい。なんで、怒んないよね。うん。私、なんか5年前くらいに、うん、実はあの YouTube 始めようと思ってて、5年前に、うんうん、まだ中学生だった、はいはい、で、その時そんなに今ほどじゃなかったんですよ、YouTube の。あー、そうだよね。で、あのやろうと思って動画も上げて、で、だんだんフォロワーも増えてきて、1週1に投稿みたいな感じだったんですけど、うん、なんかお母さんが、あ、なんか違うでしょみたいなこと言い始めて、それでなんかダメって言われて、それでやらなくなったんですよ。今になって、うわ、あの時ダメって言わなければよかったって言われて、それじゃ何も言わないでっつって、あの時やっとけば今更ね、何言ったと思ってるんですって。まあね、でもそれはね、もうやっぱ学生だからね。なんかお母さんが逆にあのモデル事務所とか私も所属してたんですよ。あ、そうなんだ。だから逆にそのテレビでは出てるから、なんかいいじゃんって感じだったんですけど、なんかお母さんの気分もダメって言われて。そうだね、お母さん気分嫌いで、確かに。うんうん。ホースの締めになります。はい。ご飯のお供のつなぎの汁になります。赤らしになります。はい、おー、お肉、こんな柔らかい肉、肉。あ、ちょっと待って、感覚が OK かな。 OK でしょう。うん、うん、これなんて言いました、これ。何ですか。しぐれ煮、牛肉のしぐれ煮。これはもう天国。まだ早い、まだ早い。まだ早いですか。うん、これここ今夢じゃないですよ。ペルーのなんか代表みたいなってやっぱ難しいの。どんなんでしょう、ペルー代表。でも僕ペルーに残ってたら、うん、慣れた可能性が高いです。マジで。ペルーって危ない町があるんですけど、ラビクトリアとカヤオがあるんですけど、でもう危なかったので、でもその時には僕はもう3チームからスカウト来てたんですよ。あ、そうなんだ。そのもう一部の方に、2部と1部のチームなんですけど、で来てたんですけど、やっぱお父さんも、あ、そういう家庭の事情があって日本に来て、ペルーもやっぱり南米だからサッカーのレベルは高いよね。全然日本より高いです。あ、日本で高い。はいはいはい。日本はやっぱりその、うん、サッカー IQ、まあ、そのグラウンドのやっぱりポジショニングとかすっごくうまいんですけど、うん、でもやっぱり南米みたいな怖さは感じないですね。あ、ガツガツくる。ガツガツ。こっちは本当に綺麗。スキルはあるけどちょっと必死さがない。なんかやっぱり僕はやっぱペルー行ってたんで分かるんですけど、うんうん、そのサッカーに関してやっぱりあっちはお金もかけたりするんですよ。眩しい子たちはお金をかけてお金もらって、お父さんとかは自分のためにパンでも一つでも食べる。生活かかってる。生活かかってるんで、やっぱりあっちではサッカーやってる人たちはもう自分の人生がかかってる。怖さ。あっちはそういう甘さがないんだ。ないんだ。なるほどね。で、あっちの子たちなんてもう普通に4歳、5歳、6歳から靴磨きとかしてるんですよ。うんうん、
でもこっちなんてもうやっぱこういう環境なんでそういう子もいないですし、治安とかはやっぱり悪いところもあるんですか？もう悪いですね。いいところはすごくいいんですよ、うん、でもやっぱり悪いところ危ないところもある、はいはい、もうこんなやつではあるけど、もう長財布なんて持ってたらもう、うん、取ってくれっつってるよ、取ってくれって。あと時計もう本当にあっちって、はい、本当にもうそういうスペシャリストがいて時計つけてたとしても取られちゃうんですよ、うん、あ、はいはい、あと携帯がしまってあっても取れちゃうんですよ、うん、まあ、その裏の社会でそういう学校がある、訓練がある、学校があるんですよマジで行きたい行きたい、まあ、そういうマフィアとかテロリストのやつなんですけど、うん、学校があって、まあ、そういうがもうそのままそういうプロになるの、プロになっちゃって、まあ、あれ、まず捕まらない、うん、警察もなんかよくわかんないみたいな、もうよくわかんないですし、もしかしたら一緒にやってるかもしれないしね、やってるかもしれない、まずあっちの警察まずおかしいんで、うん、それ信用できないみたいな、うん、別にあっちはまあ多分ロシアもそうだと思う、拳銃持ち歩いてますし、 あっちもいろんなスプレーとかあるんですよ、うん、なんか車のキーなんですけど落としましたかって言ってここでかけられるんですよ、もうその睡眠薬で、それでもう倒れてもうお金とか全部取られて、まあ、お父さん一回あったんですけど、まあ、お父さんもともと海兵なんで、うん、そういうもう分かってるんで、やっぱりタクシーでもやっぱり変なところに送られる可能性あるから、僕送られたんですよ一回マジで、空港の近くなんですけど、うん、空港の近くって結構危ない場所ばっかりで、か耳悪い風な感じにするんですけど、本当に聞こえてて、もうここでいいんでみたいな、ちょっとしてもうすぐ出て、うん、もう呼ばないといけないし、でもいいところは本当にいいところあるんですよ。なんかいいところだと、なんかその観光地とかっていうとどういうところがあるんですか？マチュピチュ、マチュピチュとか、あ、マチュピチュね、あとナスカの地上絵とか、あれ、そっか、ペルーだね、ペルーです。あとインカ帝国、インカ帝国、すごい、いろいろあります、いろいろあるね。あ、マチュピチュ、そっか、あれでしょ、天空の、そうです、マチュピチュ、うん、あっちはいろいろありますね。行ってみたいんですよ。行ってみたい。え、行ったことある？ナスカはあります。マチュピチュはないんですよ。でもナスカさ、地上から見てもわかんない？一応見れるところはあるんですよ。なんか変なやつに登って、うん、あ、山かなんか登って、いや、なんか変な塔があるんですよ。塔があるんだ、うん、そこに登ってこうやって見ると、お、あるわ。でもやっぱ大きいものはやっぱりヘリコプターみたいなところに、ヘリコプターに乗って見ないといけないんですけど、うん、あれも不思議だよね。麺です。これ、うどんね、うどん、麺です。あー、麺です。あー、麺、はいはい、おいしい、すごいわ。アリナちゃんもお腹いっぱいだよね。アリナちゃんも限界です。でもデザートは別は、デザートまだ来るんで大丈夫です。やっぱりすごいですよね。紙、紙、紙、そう、和紙なんだ、紙の和紙。濡れても、そうそうそう、アリナちゃん、なんかスポーツはしてない？中学校の時にバレー部だったんですよ、はいはい、引退して、で今はジム時々。あ、ジム行ってるんだ。いいね。セレブだね。黒帯だったよ。あ、そうなんだ。やばいじゃん。もう怒らせたら政権付けできる。一回ちょっとなんか軽くやられたことあるんですけど、うん、重たいんですよ。すごいね。それでも面白いね。やっぱ空手やってるロシア人 JK。絶対 YouTube 面白いですね。ちょっと見せて見せて。今あるから。おい、待って、ちょっとやばくないこれ。やば。これはやばいね、ちょっとね、食ったばっかりだからね。チョコレートだね、これね、完全に。ゴディバだわ、それいいだろ、それ政権的してさ。いや、でも、重たいっすよ、重たいじゃん。別なら、ね、うん、ロシアのスイーツって何？なんかある？朝ごはんで、パンケーキみたいな感じなんですけど、うん、クレープみたいな薄さで、ブリンネってやつがあるんですけど、うん、ロシアのパンケーキで調べたら出てくる。本当だ、出てきた。そうそうそう。
モンブラン。誕生日はいつなの？12月24日。クリスマスイブなんだ。リュウ大変なんですよね。いや1個にするじゃない、中2って。記念日が1月1日なんですよ。元旦で、プレゼントが多いよね。クリスマスプレゼント、誕生日プレゼント、記念日で。やっぱそれはやっぱり別々にしたいですね。いや、もう一緒にします。言ってます。その代わりちゃんとしたものをくれと。そうそう。全部合わせて、ちゃんとしたなんか、ものくれたら幸せ。まあまあまあ、そうだね。プレッシャーかかるね。もうさっきは無言だからさ、無言になっちゃった。無言になっちゃったよ。いや、なんか言ってくれなくて何を用意してるか。何を？普通言わないよ。それは言わないよね。言わないでしょ。それは言わない。え、何？ヒント、ヒント。あげない。なんもう決めてんだ。もうなりたいわ。なりたいわ。一応もう、いろいろ進んでるんですよ。うんうん。すごい。偉いね。あ、なかなかいない、そういう女なんて。12月とかまあ2ヶ月前だもんね。一応進んでて、めちゃくちゃ偉いよ、それ。楽しみにしといて。18だからね、でかくない？すごいプレッシャー。心心、ハートハート。そんなこと言わないでください。確かにそうですけどね。あれなんですよね、頑張ってる、ね、我慢できないんですよ、私。待てないんですよ。知りたいみたいな。そうそう、だからお母さんも毎回誕生日前にプレゼントももらっちゃうんですよ。ああ、しかも待ちきれなすぎて。悪い癖、本当に悪い癖だと思って。まあ今日しゃぶしゃぶ食べれて、本当に今初めて食べたんですけど、すっごく美味しくて、でまあこれからプロ目指して、そして YouTube も始めるんで。いいね。チャンネル登録とかもお願いします。いや、もうマジで始めてね。すぐ始めてね。 OK です。 OK です。この子と一緒にこれからも YouTube 始めるのでね。怖い怖い、どうぞ。女性ってあのやっぱり付き合ってから後々分かる怖さっていうのはやっぱり分かります。あ、ちょっとにらめてみよう。怖いですね。よろしくお願いします。さよなら。